はい、今回は前回の動画で紹介したポケモンセンターでいろいろ購入してきた時に一緒に買ってきたこの原始カイオーガ原始グラードンのミニファイル、こちらを開封していきたいと思います。拡張パックがタイダルストームとガイアボルケーノ1パックずつついてるので、運良ければ持ってないやつが出るといいなと思ってます。じゃあやっていきます。ファイルはこんな感じです。ファイルは後にしましょう。そしてまずは拡張パックをいきたいと思います。では行きましょう。まずじゃあタイダルストームの方から、リードル、ヘイガニ、ビッパ、美味しい水セット、ルンパッパ、ダメでした。タイダルストームは外れました。では次ガイアボルケーノ行きたいと思います。ポポタス、ジグザグマ、マグマック、キノガッサで、ドリューズ、両方外れてしまいました。ではミニファイルを見ていきたいと思います。原始グラードンと原始カイオーガの絵柄になってます。で、背表紙にはガイアボルケーノタイダルストームと入っております。で、中は2枚ずつ綴りになるようになってますね。で、そうですね、片方側、片面からしか入れることができないようになってます。こっちからは入りませんね。でもこう1枚めくり上げて裏からは挿入できます。じゃあ実際に今日当てたカードを入れていってみましょうか。このような形で、こうですね。で、この裏面に入れたかったらこっちから力こうやって入れるしかないですね。これで入れればこんな感じで裏も入ります。では本日もご視聴ありがとうございました。もしミニファイル興味があれば買ってみてください。セブン&アイとポケモンセンター限定になっております。ご注意ください。